金土日の3日間でたった5回の成果がこれ。先週のデッドバグ腹筋でお腹周りやってたんだけど、今度は娘に腰の肉をぴょんぴょんぴょんってつまんでくるようになったんで、腰肉撃退探してたんです。そんな時に中川さんがちょうど腰肉筋膜リリース新しい動画出したので、デッドバグと合わせて3日間やってみたら成果がこれ。すごくないですか。皆さんも3日ならできますよね。ビフォーアフターでウエスト計測してやってみましょう。皆さんこんにちは、ズボラトレーナー深井です。まずうつ伏せに寝てスマホは顔の前に置きましょう。両手を耳の真横について、上半身をぐーっと反らせます。お腹腹筋のストレッチです。腰が反って痛いよって方は、いう方は肘をついてちょっと顎持ち上げると、これでも十分腹筋が伸びてくると思います。ふー、呼吸はね止めないようにしましょう。ふー、余裕があればしっかり肘伸ばしきって、さらに顎持ち上げると腹筋より伸びてきます。呼吸は止めないようにして、もしきつかったら再生速度調整したりとか、途中でサボりながら最後まで一緒にやりましょう。 OK。 そしたら上半身、次ベチャーっと寝かせた状態で左足を右こっちに持ってきます。左のお腹、ここが伸びる感じあれば OK です。両肘は床につけたまま、つま先を遠くに向かってぐーっと伸ばすと、左のお腹の前面、ここ伸びてくると思います。胸が苦しいよって女性はちょっとこんな感じで上半身起こしてもいいです。目的は左のお腹、ここ伸ばすことです。うまく伸びない方はいろんな角度でつま先伸ばして、あ、ここ伸びるなって位置を自分で探してみましょう。ふー、 OK。 次逆側いきます。右が足を左こっちに持ってきます。右のお腹の前面伸びれば OK です。両肘は床につけたまま、つま先遠くに向かってぐーっと伸ばします。ふー、右のお腹の前面伸びますか。ふー、腰肩痛い方は絶対無理しないでください。ふー、肘が床から浮いちゃうとこんな感じになると伸びないです。上半身はなるべく寝かせておきましょう。呼吸止めないようにして、でこの次の種目から一度四つん這いになります。ふー、よし、 OK。 四つん這いになりましょう。スマホは自分で見やすい位置、頭の真下ぐらいに置いておきましょう。で四つん這いになったら、右手を左斜め前にこんな感じで伸ばします。でぐーっとお尻を後ろに引いていきましょう。右の脇の下、脇腹あたりは伸びると思うんですが、皆さん伸びますか。こんな感じです。右手を左斜め前にぐーっと伸ばす。手のひらはしっかりパーにしておきましょう。お尻をしっかり後ろに引いて、目はおへそ覗き込む感じがいいと思います。脇の下、脇腹伸びれば OK です。余裕があれば手をもっと遠くに伸ばすとより伸びてきます。ふー、 OK。 そしたら次はこの四つん這いの状態から、右手を左手の下をこう通してこんな感じ、上半身ねじります。この右手なるべく遠くに向かってぐーっと伸ばすと、ふう、きつい。ふう、右の背中とか脇腹伸びてくると思います。ふう、この手はなるべく遠くに向かってぐーっと伸ばす。ふう、肩甲骨、脇腹とかその辺が伸びると思いますが、ふう、めちゃくちゃきつい。この左手は多少こうやって肘曲がってもいいですからね。ふー、頑張ってー。よし、 OK。 ふー、逆もやっていきます。次左手を右斜め前に向かってぐーっと伸ばします。左の脇腹、脇の下伸びますか。お尻は後ろに引いて、目はおへそ覗き込むイメージです。ここ脇腹、脇の下伸びれば OK。 余裕があれば左手もっと遠くに向かって伸ばす。手のひらしっかりパーにしておきましょう。なるべく目線もおへそを覗き込むイメージです。肩腰きつい方絶対無理しないでください。呼吸を止めないようにして、あと少し頑張って。よし、 OK。 そしたらもう一回四つん這いの体勢から、左手を右に向かってぐーっと伸ばします。右手の下を通すイメージです。指先を遠くに向かってぐーっと伸ばしましょう。左の脇腹、脇の下、あと肩甲骨あたりですね、伸びれば OK です。
左手はなるべく遠くに向かってぐーっと伸ばす。呼吸止めないようにしましょう。伸びますか？これ腰痛い方とか絶対無理しないでくださいね。で、この次の種目から、右向きで横向きになりますので、枕ある方はね、枕を使うといいと思います。よし、 OK。 じゃあ次右向きで横向きになります。枕ある方枕入れて、スマホは顔の前にこんな感じで置いておきましょう。で、膝軽く曲げておくと良いと思います。左手を肘曲げたままぐーっと胸を張る、ゆっくり戻す。ぐーっと胸を張る、ゆっくり戻す。息吸うときに胸を張る、吐きながら戻す。ゆっくり胸を張る、吐きながら戻す。これスピードは重要ではないです。普段動かさない範囲までしっかり胸を張る、戻す。で、骨盤がこう後ろに倒れちゃうと良くないので、骨盤は固定しておいて胸だけぐっと開く。こうやって手でね、骨盤を押さえておいても良いと思います。よし、 OK。 次、左手をこう肩に添えて大きく後ろ回ししていきましょう。ゆっくり大きく、普段動かさない範囲で大きく肘を回すイメージ。なるべく肘高く上げて後ろに持ってくる。呼吸止めないようにして、スピード勝負ではないです。普段動かさない範囲まで大きく回すことがポイントです。ゆっくり大きく回していきましょう。これ肩がバキバキなって痛いよって方は痛みない範囲で回しましょう。バキバキなるけど痛みがない方は気にせず大きく回しちゃって良いと思います。ゆっくり大きく回す。よし、 OK。 そしたら次、同じ体勢のまま逆に前回ししましょう。大きく前回し、これもスピードは重要ではないです。大きく普段動かさない範囲で回す。なるべく肘を後ろに持ってきて、肘高く上げて、ゆっくり大きく回しましょう。呼吸は止めないようにして、これも痛みがある方痛みない範囲で回していきましょう。で、この次の種目から寝返り打って逆向きになりますよ。呼吸だけ止めないで大きく回す。OK。 そしたらスマホ持って寝返り打って逆向きになりましょう。スマホは顔の前に置いておきましょう。そしたら次、右手肘曲げたままゆっくり胸開く、戻す、胸開く。開くときに息吸うといいと思います。吐きながら戻す。吸って、吐きながら戻す。吸って、吐きながら戻す。これ繰り返しましょう。呼吸止めないようにして、痛みある方、痛みない範囲で OK です。OK。そしたら次は、右手を肩に添えて、大きく後ろ回ししていきましょう。目的は普段動かさない範囲で大きく動かすこと。後ろにグッと動かすときに胸を張ることです。呼吸を止めないで、痛みがある場合は痛みない範囲で OK です。骨盤がこうやって後ろに倒れちゃうと NG です。空いてる手で骨盤倒れないように押さえておいても良いと思います。呼吸は止めないようにしましょう。頑張って頑張って。きつかったら再生速度変えたりとか、途中サボったりしても OK です。 OK。 皆さんついてきてますか？次、逆に前回しいきますよ。同じように肩に手を添えて大きく前回し、目的は普段動かさない範囲で動かすことです。よくね、こういう肩周りの種目、肩こりにも効きますかって言われるんですが、もちろん効きます。基本的に肩こりって、使いすぎか使わなすぎなんですが、肩甲骨周りはね、使わなすぎの方が多いです。特にこうやって手を後ろに引く動きがないので、運動不足デスクワークの方なんて、こうやって胸を開くとね、めちゃめちゃ肩こり楽になります。で、次の種目から上向きになりますので、ちょっと気持ちの準備しておいてください。 OK。 そしたらスマホ持って上向きになりましょう。で、スマホは床に置くか、どっか立てかけるかして、両手は開けておきましょう。左手
ごめんなさい、左足を右こっちにねじります。こんな感じです。お尻腰背中伸びてれば OK です。左膝は床につけて、この左肩なるべく床にグッと近づけましょう。でこれ頑張りすぎちゃう方、ギューって肩を背中を床につけようとする方いるんですが、筋トレじゃないのでお尻腰背中伸びればそれで OK です。呼吸止めないようにしましょう。よし OK。 次右足を左こっちに持ってきます。右の腰お尻背中伸びれば OK です。膝は床につけて、右肩なるべく床に近づけましょう。伸びますか、お尻腰背中。呼吸止めないようにしましょう。筋トレじゃないですからね、ギューって頑張らなくていいですからね。いやしかしこの腰肉気になりますよね。僕も前から気になってたんですが、まあ、ついに娘に言われてね、はあ、やっぱりなという感じです。呼吸だけ止めないで、よし OK。 じゃあちゃんと上向きになったら、右足の股関節大きく外回していきます。時計回りと反対、反時計回りに大きく回していきましょう。これも目的は普段動かさない範囲で大きく動かすこと。股関節ゴリゴリなる方は痛みがなければ大きく回して OK です。痛みがある場合はゆっくり小さく、痛みがない範囲で回していきましょう。呼吸は止めないで。で股関節ゴリゴリになるのがあんまりでも気になるよって方は、専用の動画あるので概要欄に貼っておきます。あとズボラストレッチの教科書でもね、一応ゴリゴリは解説してます。 OK。 じゃあ次左足同じように外回ししてきます。こっちは、時計回りですね、時計回りに回していきましょう。ゆっくり大きく、痛みある場合は痛みない範囲で回していきましょう。これねゴリゴリなるよって方、原因いろいろ言われてて、まあ、超単純に筋肉の硬さっていう説もありますし、あとはねこの関節の中の空気が弾ける音みたいな説もあるんですが、こう医学的にねこれだっていうのは解明されてないみたいです。ただゴリゴリなる原因が分かったところで、まあ、しょうがないので、まあ、無理せずストレッチやりましょうと僕は思います。よし OK。 次皆さん大好きズボラ腹筋やります。両手をこうやって足抱えましょう。で反動つけて起き上がる、腹筋使って反動使って起き上がる。これ首腰痛い方無理しないでくださいね。で起き上がれないよって方やっぱりいらっしゃるので、そんな方は両手でしっかり足を抱える、これだけでもね十分腰とかのストレッチになります。で余裕があればちょっと頭浮かしてあげると腹筋に効けます。ただ首が痛い人絶対無理しないでください。余裕がある人はちゃんとこうやってサボらず反動つけてズボラ腹筋やりましょう。この次から皆さん大好きなデッドバグですからね。よし OK。 したら次は両手を上げた状態から片足ずつグッと上げます。上げる、前ももをしっかりお腹に近づけることで腹筋効きます。もうこれはねデッドバグの超初級編です。頑張ってしっかり腹筋意識して頑張って、余裕ある人は足上げる瞬間にちょっと肩甲骨浮かせる。頑張れ、きつすぎ、お腹に効いてますか。首腰痛い方絶対無理しないでください。腹筋に効かせたいです。でもしきつかったらねどんどんサボって大丈夫です。よーし OK。 皆さんついてきてますか。きつかったら再生速度変えたりとか、途中でサボっても OK ですからね。したらデッドワークレベル2、膝曲げたまま足上げて手も上げる。右手を上げて左足下げる、戻す、左手上げて右足下げる、クロスデッドバグ。これも腰痛い人絶対無理しないで、ずっと腹筋に力入れておいて腰反らないようにしてくださいね。腰が痛かったら腹筋うまく使えてない証拠です。無理せずに、さっきのね初級編のデッドバグやズボラ腹筋代わりにやってもいいです。無理しないで頑張って。きつい、オッケー。ちょっと呼吸整えましょう。次行きますよ。デッドバグ、レベル3。手と足伸ばした状態で、
持ち上げて5秒キープ。手と足持ち上げて、肩甲骨もちょっと浮かせて5秒キープ。頑張れ。3、2、1、オッケー。腰痛くないですか？絶対無理しないでくださいね。腰痛い人はレベル2か初級編か、簡単の方やっても全然問題ないです。頑張れる人は手と足伸ばした状態からデッドバグスタート。頑張れ。きつ。腹筋効いてますか？あと少し。3、2、1、オッケー。ラストもう一回だけ一緒に頑張りましょう。ちょっと呼吸整えますか？ついてきてますか？いきますよ。両手両足上げて、きつい人はレベル下げてくださいね。よし、頑張れ。腹筋意識して、肩甲骨ちょっと浮かして、頑張れ。3、2、1、OK。はぁ、はぁ、きつい。よく頑張った。そしたらちょっと休憩ストレッチ行きましょう。膝を伸ばして、肩幅よりちょっと広めに開きましょう。つま先を内外しっかり伸ばしていきましょう。内外しっかりねじる。しっかり内側入れる。開く。腰反って痛いよって方はお腹に力入れとくか、膝曲げたままこうやって左右に倒す、これだけでも OK です。でね、腰肉なのになんで腹筋デッドバグ入れんのって言ったら、もちろん僕の下っ腹が気になることもあるんですが、基本的に総反神経抑制ってちょっと難しい言葉があったりするんですけど、どっちか片っぽの筋肉だけ動かせば痩せるってことはなかなかないので、両方使うことが大事なので、バランス取るために腹筋もね入れさせてもらいました。 OK。 そしたらもう一回うつ伏せになりましょう。スマホを持って顔の前置きましょう。そしたら耳の横に手をついて、ぐっと上半身反らせます。腹筋伸びますか？腰が反って痛いよって方はしっかり肘つきましょう。でですね、もう本当はこのクールダウンのストレッチで以上って言いたいんですが、やっぱりね、腰肉この1週間チャレンジでしっかり結果出したいので、皆さん大好きスーパーマン特別に入れちゃいますよ。両手両足伸ばしてスーパーマン行きましょう。腰と背中使ってしっかり手と足浮かせて。腰痛い人は絶対無理しないで。ふぅ、腰痛い人はね、手を下ろして足だけ上げるとか、足を下ろして手だけ上げるとか、どっちでもいいです。ふぅ、絶対腰痛いまま無理しちゃダメです。腰痛いまま無理してもいいことないですからね。ふぅ、頑張れる人はしっかり反らせる。お尻、腰、背中使う。頑張れ頑張れ頑張れ。首痛い人も無理しないで。ふぅ、頑張れ頑張れ頑張れ。呼吸を止めないで、あと少し。もしきつかったらサボってもオッケー。頑張れ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 、きつい。これはきついわ。よし、オッケー。よく頑張りました。せっかくなんでもう一種目だけやりますか。スーパーマンクロスいきますよ。右手と左足上げる、左手と右足上げる。ふクロス頑張れ。ふできますか？ついてきてますか？ふお尻と腰しっかり意識して、ふペースは自分のペースでゆっくりで大丈夫。ふこんなに早くできなくてもいいですよ。ふぅ、頑張れ。ふぅ、スピード勝負じゃない。ちゃんと腰、お尻使って。ふぅ、ゆっくり。腰痛い方絶対無理しちゃダメですよ。ふぅ、これ終わったら最後、クールダウンのストレッチでおしまい。頑張れ。ふぅ、呼吸止めないで。あと少し。ラスト1回。よーし、OK。ふぅ、そしたら、上半身を寝かせた状態で、左足を右こっちに持っていきましょう。左のお腹、ここ伸びれば OK です。ふー、つま先なるべく遠くに向かってぐーっと伸ばしましょう。肘はね、床につけておきましょう。胸苦しい人はこんな感じでちょっとだけ上半身起こしてもいいです。目的は左のお腹伸ばすこと。すいません、ほんとどうでもいいんですけど、ちょっと面白い T シャツ買ったんですけど、どうですかね、パパゴリラ。はい、失礼しました。ストレッチしましょう。中川さんのね、面白い T シャツをちょっとパクって、僕も面白いことやろうかなと思って。オッケー。よし、そしたら次、これで最後、右足を左に向かって、こんな感じで伸ばします。右のお腹伸びますか？両肘床につけて、つま先ぐーっと遠くに向かって伸ばしましょう。右のお腹伸びてれば OK です。呼吸止めないようにしましょう。で、このね、1週間チャレンジ、なるべくたくさんの人で頑張りたいので、コメント欄で1週間チャレンジあるよっていただけると助かります。で、
コメントの書き方は概要、コメント欄貼っておくので参考にしてください。で、全然物足りないよって方はね、概要欄のスイッチ追加でやってください。で、できたら100人以上でこの1週間チャレンジ最後まで達成したいと思います。よっしゃ、オッケー、お疲れ様でした。ここまでよく頑張りました。自分に拍手しましょう。もう全然ズボラじゃない、素晴らしい。この動画が良かったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。僕と一緒に頑張りましょう。